さあジャイアント馬場の入場、待ったなしの総帥ジャイアント馬場。過去の栄光の数々はファンの皆様もうご存知の通り、飽くなき闘志を胸に秘めまして再度スタンハン戦に挑戦でございます。忍び寄る時代の流れの中にありまして、馬場のスケールの大きいプロレスが見たいというファンはもうたくさんいらっしゃいます。そんなファンの期待に応えてもらいたい。プロレスラーはリング上の戦いでのみ己の生き様と信念を示すと言われております。今夜のそのジャイアント馬場にその論理を証明してもらいたいと思います。 PWF チャレンジャーの音体ジャイアント馬場、闘志を胸に秘めまして今ゆっくりと入場してまいりました。PWF のヘビー級の選手権試合であります。さて反対側の花道、泣くも黙るウエスタンラリアット、不沈館スタンハンセンの入場。今や世界的なプロレスの必殺技になりましたウエスタンラリアットの本家本元、それが恐怖のこの男荒れ狂うスタンハンセンであります。今や日本のマット界、いや全米マット界で揺るぎない位置を確保しております。トップレスラーとして君臨する PWF ヘビー級チャンピオンスタンハンセン登場。館内は興奮のるつぼ、12,500人、 PWF の選手権試合。試合に先立ちまして両選手そしてレフリーに花束の贈呈であります。 PWF のベルトを右手にわしづかみしております王者スタン・ハンセンであります。今夜は馬場と2度目の防衛戦、 PWF 王者として去ることながら、また何かこの新たな野望を胸に秘めて今回来日を果たしましたスタン・ハンセンです。12,500人のお客様に応えておりますが、これから認定書が読まれるところですけども、おっと PWF のベルトをジャイアント馬場の顔面に投げつけました。どうやら大会セレモニーをぶち壊した。勝負が始まった、鐘が鳴った、60分の一本勝負、興奮のるつぼ、蔵前国技館大変です。五色のテープの上で勝負が始まりました。これが王者スタン・ハンセン、すごい山田さんムードですね。そうですね、もうちょっとね、タイトルマッチとしては異例のことですね。これは本当ですね、大変なタイトルマッチであります。何しろこの五色のテープを移動しないことには、綺麗にしないことにはもう両選手足がもつれ合いまして勝負になりません。しかしすでにゴングは鳴っております。必勝体制のジャイアント馬場でありますが、竹内さん、はい、あの PWF のベルトを顔面にぶつけられましたね。もろにですね、左側の顔面にぶつかりましたね。そうですね、さあやっと半身の体勢、ジャイアント馬場膝をついて立ち上がりますが、なかなか立ち上がれません。さあまずチョップ攻撃、スタン・ハンセンのチョップ攻撃、このすごい形相をご覧ください。荒々しい野生的な表情、王者スタン・ハンセン完全にロープに釘付けにされました。ロープを背に背負っております、ジャイアント馬場。さあ歯を食いしばって頑張る、しかし膝攻撃、脳天からだけ割りで動きを止めました。さあ脳天からだけ2連発、チョップでいった、そしてハンマースルー。さあ16番かカウンターのチョップ逃走した、場外に落ちた、王者スタン・ハンセン場外に落ちました。やっと冷静になりました、チャレンジャーのジャイアント馬場。なんとしても虎の子の PWF のベルトを取り戻さなくてはならない、それが本体ジャイアント馬場にかけられた使命感であります。さあスタン・ハンセンが場外から勝負を仕掛けます。喉元に超攻撃、そして黄金の左の腕でエルボーバットをかませます。さあまたしても下敷きにされました、世界のジャイアント馬場チャレンジャーであります。去年の9月の8日千葉でこのスタン・ハンセンにウエスタンラリアットを2度食ってマットに沈みました。以来 PWF のベルトを巻いておりません、ジャイアント馬場。さあおっと左封じ作戦ですか、山田さん。そうですね、やはりね、馬場選手としてはね、はい、ここは冷静にならないかんですね。そうですね、アームブリーカーに出てまいりました、竹内さん。このアームブリーカー、そしてダブルアームバー、これいいですね。これはいい振り殺しですね。いい攻撃に出ましたね、完全にペースをつかみましたジャイアント馬場、アームバーに取っております。さあ今日は特設カメラ、スカイカメラからこの両選手の激しい動きをご覧いただいておりますが、アームバーに取っております。完全に黄金の左の腕を封じました。それではスタン・ハンセン、ウエスタンラリアット、得意のウエスタンラリアットを打つことができません。堂々たるもう悲鳴に近い大歓声、12,500人の大合唱、ババコールチャンスですね、ここはチャンスですね、一気に攻めたい。今ね、
かなり腕を痛めてますからね、ここはチャンスですよ。一気に攻めたい、完全に左の腕に焦点を定めました、ジャイアント馬場であります。さあ1回転させます、1回転させて再び腕を取ります、腕殺しに行きます。まさに考えに考え抜いた技を見せてますね、山田さん。そうですね、あの試合前ですね、はい、ハンセンが何をやってくるかわからないと、うん、おそらく作戦の立てようはないだろうと言っていましたけれども、はい、これはやっぱり明らかに作戦ですね。そうですね、両者の対決でありますが、今夜は7戦目、過去ジャイアントは一度も勝っておりません。アームブリーカー、左の腕を潰します。かつて上田馬之助の左の腕をこのアームブリーカーで折ったことがあります。そういう体勢になってまいりました。スタンハンセンの左の黄金の腕を殺しております。スカイカメラからご覧いただいております。竹内さん、はい、徳光さん、どうぞ。あ、この僕もね、10年前にプロレスやっておりましたけども、はい、ちょっとスタンハンセンみたいなこの迫力のあるレスラーってのは、あんま見たことないですね。はい、しかし今日はちょっとビッグザ・ブルダー・フィリス、クラッシャー・リソスキーをさらにパワフルになんか大きくしたような感じがするんですけども、はい、あの馬場さんは先ほどのニック・ボック・インクルと同じように非常にあのプロレスの基本技っていうんですか、古典的な技を、かまずがけ、これでタイトル奪還か、どうだ、さあどうだ、さあ腕を殺しに行きます、腕しぎに行きました、柔道の技を駆使する腕しぎに行っております。さあどうだ、関節を取った、これでギブアップか、どうだ、放送時間があと30秒、果たしてフィニッシュまでご覧いただけるかどうか、完全にスタンハンセンの左の腕を封じています。これではさすがにスタンハンセンといえどもウエスタンラリアットを打つことができません。放送時間蔵前からあと15秒でお別れでありますが、果たしてタイトル奪取なるか、奪還なるか、ジャイアントババ、それともスタンハンセンがこの後盛り返してまいりますか。さあ今一旦場外に出ましたが、この後試合の流れまだまだ分かりません。勝負は非常にもつれ合ってまいりました。ジャイアントババ押せ押せムード、完全にスタンハンセンの左の腕を封じております。一気にジャイアントババがスタンハンセンを攻め込んでいますが、ここで生き返った、ものすごいキック、おっと怖いぞ、これは後頭部を打った、ここで今度はスタンハンセンが一発のキックによりましてジャイアントババを翻弄。山田さん、ちょっと朦朧としてきましたね、ババが、もう完全に効いてますね、効いてますね、まるでね、あの突き倒しというか、はい、大のようになって倒れましたね、ロープで救われましたけれども、ジャイアントババ後頭部を打っております。さあここで一気に逆襲にやってくる、スタンハンセンが逆襲にやってくる、タイトルを守るかどうか、起き上がった、今度はボディースラム叩き落とした王者スタンハンセン、しかし王者スタンハンセンも息が上がっています。王者スタンハンセンも息が上がっている、まだ PWF のヘビー級の選手権続けられております。実況生中継この前、さあエルボーを落とした、勝負がつくか、ババダッシュになるか、ハンセン防衛か、ちょっとジャイアントババの表情が薄らに待ってまいりました。苦しいのはウエストカリアとします、下から救いました、スライディングレッグシザース、抑え込んだ、スライディングレッグシザース、チャンス、ババチャンス、左の腕を取った、ねじ曲げる、アームブリーカー、もう一回アームブリーカーで攻め込んだ、抑え込んだ、スタンハンセンにギブアップを取れば締めたものだが、どうだ、流れは山田さん一進一退ですね。そうですね、しかしね、あの馬場選手非常にチャレンジャーとしてね、頑張ってますね、よく頑張ってますね、顔面蒼白、チャレンジャーのジャイアント馬場、そして王者スタンハンセンの息もかなり上がってきましたね、竹内さん、上がってますね、さあ今がチャンス、反対にちょっとまずかったですね、青い鉄柱、猛点攻撃を受けました、そしてウエスタンラリアット、ラリアットが左の黄金の腕が鉄柱に当たりました、失敗、ウエスタンラリアット失敗、ジャイアント馬場
本当にマッハのタイミングで逃れました。さあ表を向いた馬場が表を向いて腕を殺しに行く、左の腕を鉄柱に合わせる。さあ再びチャンス、チャレンジャーのジャイアント馬場、再びチャンス、左の腕は死んでいる。馬場がまたリングの中に入ってまいりました。チャンス、一気に山田さん攻めなくてはいけませんね。そうですね、さあここでチョップを打ちまくる。ジャイアントボムがキャンバス2王立ち、チョップを打ちまくる。ロープに放り投げて、最後はとどめは16番。スタンハンセンの動きも止まった。さあ一気に行きます、一気に行きます。腕がねロープに絡まってますからね、絡まってますから、これもチャンスですがね。そうですね、まあ、ブレイクの範囲の許す限りでうんと痛めつけた方がいいですね。今度は左の肩口のあたりを狙っております。ジャイアントババが肩口のあたりを狙っており、もう懸命、完全にスタンハンセンの左封じ作戦は功を奏しておりますが、ここはもうできるだけ行きたいところ。しかし反則か、反則か、カウント5はとっくに過ぎている。反則か、反則を取られているが、ババ懸命、あっとゴングを要請する。上肘口レグリー、黄金の左の腕封じ作戦は功を奏しましたが、ロープ、セカンドロープとトップロープの間にスタンハンセンの左の腕が完全に挟まっております。ここはもうめったやたらにつきまくりました、チャレンジャーのジャイアントババ。さあ公式な判定はどう出ますか。すでにゴングを打ち鳴らした上肘口レフリー、おっと若手を蹴散らすスタンハンセン。さあタイトルの行方はどうか。ジャイアントババの反則が今館内にコールされました。ジャイアントババの反則が館内にコールされまして、ということはスタンハンセンの反則勝ち、スタンハンセンの反則勝ちというような正式なコールですね、山田さん。そうですね、あの反則であれ勝ったんですから、王座を守ったことになりますね。はい、さあ大変な一戦でしたけれども、ジャイアントババのベルトの奪還作戦は結果的には失敗に終わりましたが、しかしジャイアントババがよくここまで竹内さん戦いましたね。よく攻め込みましたね。よく攻め込みましたね。それだけにちょっと惜しかったですね。さあベルトをわしづかみにして控室に戻ろうとするスタンハンセン、リングサイドを一周します。もうちょっとクレイジー狂ってますね、山田さんね。そうですね、スタンハンセンも相当狂っています。相当ね、あの左腕のダメージが大きいんでしょうね。はい、なおリングサイドにおりました徳光アナウンサーから、スタンハンセンはリング下に落ちた時に下腹を打っていた、こういうようなレポートが今入りました。しかしリング上では左封じ作戦思い切って敢行したジャイアントババ。しかしこのトップロープとセカンドロープにワイヤーロープに挟まれた左腕を攻めたということで反則なんでしょうか。あの結局ねロープブレイクの指示をですねレフリーがしていた、それにもかかわらず攻撃を続行したということですね。はい、さあ竹内さん、はい、ということになりますと今後の展開ですが、スタンハンセンがかろうじて反則で防衛した、再び今防衛に成功したスタンハンセンですけども、ババ側もこの勝負は黙ってないでしょうね。まあこの試合結果ですからね、当然やっぱり再戦は要求するでしょうけどね、はい、ちょっとやっぱり奪回のチャンスが遠のきましたね。そうですね、非常に残念な勝負でした。しかしジャイアントのババが本当にスタンハンセン相手には作戦は考えられないと言っておりましたけれども、流れに乗りましてのアームブリーカー攻撃見事に構想しまして、一瞬はタイトル奪還かというようなシーンもたびたびありました。ババさん本当によくやってくれましたね。そうですね、まあこのままね、あの引き下がっちゃ悔しいですからね、はい、絶対にもう一回やってほしいですね。そうですね、7ヶ月ぶりの快挙を夢見ておりました、期待しておりました。蔵前のお客様、残念ながらジャイアントババに PWF のベルトは戻りません。スタンハンセンが反則で白氷の防衛に成功いたしました。